ヨーゼフ・ディートリヒ新隊上級大将新衛隊上級大将は国家社会主義ドイツ労働者等の新衛隊で使用された階級 SS オバーストペンフアラーの日本語の訳語の一つであるドイツ国防軍の上級大将に相当する階級であるため新衛隊上級大将と訳される米英では訳さず 原文を用いるが、あえて訳す場合には、陸軍の階級故障を利用して、SS コロネルゼネラルと訳される。この階級は、親衛隊にのみ存在し、突撃隊や国家社会主義自動車軍団といった他の、ナチ党組織には存在しなかった。親衛隊上級大将は、親衛隊の中でも、一般親衛隊でのみ使用された上級大将くらいである。 新英隊大将の上位階級であり、これより上位はハインリヒ・ヒムラーの新英隊全国指導者しか存在しない。秩序警察長官、クルトダ・リューゲとナチ党の古参党員、フランツ・クサーバー・シュバルズ、第 1SS 総甲師団長であるヨーゼフ・ディ・トリヒラ3人の名誉をもんじるために1942年4月に新設されたくらいである。 1944年8月には武装親衛隊の上級大将となったパウルハウサーにも合わせて授与された。以上4名のみが授与者であった。武装親衛隊では名称が異なる。国防軍と同様に上級大将の階級が使用され、武装親衛隊上級大将という名前の階級だった。米英では原文を用いることが多いが、あえて訳す場合は、バッフェン。 SS コロネルゼネラルと訳される。武装親衛隊大将の上位に位置する。1944年8月に新設され、ヨーゼフ・ディートリヒト・パウルハウサーの2名のみがこの階級を保持した。2人とも一般親衛隊の親衛隊上級大将の階級も合わせて授与されている。親衛隊上級大将となったのは次の4名のみである。ありがとうございます。